どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。はい、今日はですねライフブースと松渕さんとねシングルス対決をしていきたいと思います。こちらね、ライフブースとの会場で本厚木にあるズックになります。今月6月9日にですねこちらでライフブースさん2周年イベントとあゆたろうの本が出版したということで、サインイベントをやりますので、ぜひねまだまだ来れるよって方応募お待ちしております。概要欄に貼っておきます。まだこのコートね、使いたい放題とかね、キッチンカーとか出たりね、あと僕のパッケージの入ったファンゴールドエナジーさんもね、販売するので、まあ、ちょっと限定50個になってしまうんですけど、まあ、早いもん勝ちということで、ぜひぜひその限定商品欲しい方は来てみてください。はい、じゃあ早速、やっていこう。あゆたろうチャンネル。このゲームはでかいですわ。なんかね、ゲームは 2-0 なんだけどね、相手のペースにやられてる感が半端ないんで、ちょっと僕からもいろいろ積極的に攻めていこうと思います。ちょっと今、守りに入っちゃってるからね、今。
よーし。なんで回り込んでんの？なんで回り込んでんの？チャンネル久々にこうシングルス採決をねしたんですけれども、やっぱり、ね、このタイミング使いどころがうまいですね。この引き出しというか緩いサーブ打ったり緩急つけてきたり、やっぱ松口さんああいう速い球があるからこそこう短いボールだったり僕も警戒してしまうし、やっぱ打たれたら僕も分が悪いんで、僕の土俵に持っていくってなったら少しでも相手を動かしたり、相手より1本2本、まあ、1本目2本目を返すっていうことを今意識したんですけども、それでもやっぱ1ポイント目とかねガーンってやられたらね、こうやっぱエースになる率が多かったんで、まあ、その辺のちょっと僕の課題ではあるんですけど、まあ、ちょっとその辺を練習していきたいと思います。ただしたありがとうございました。くそーやだーくそー全然勝ってる気しないけど、いやいやいやマジでアウトばっかり、アウトミス。ちょっと僕もだからあーと思ったらあーアウトだみたいな、やっぱり練習しないと体がねやっぱ止まんないんだよね。 あれが止まれば、ね、全部ニアスからね。そうだから多分逆はつけてるけど、逆もう球がしかもテンポが速い、球というかカンカンってくるから早く動かなきゃっていうところに柔らかいこうスッてやってくるからそこはねその歓喜がねなんかこれみんな多分見てる人、いや 1,2 本目でミスんなよって思うかもしれないですけど、うん、その中にいろんなものが詰まってますから本当にこれを分かんなかったらまだまだですよ本当に、まあまあ、結構真剣な顔しちゃいや本当にこれが分かんないようじゃ多分皆さんまだまだですよ。柔らかいボールと速いボールとこう使い分けると相手はやっぱり両方、しかも結構両極端のボール入れてね、そうです、めちゃめちゃ柔らかい死に玉みたいなの入れて、しかも短くて打ち切れない、しかも、ね、考える間があるっていうちょっと、そうそうそう、で、なんならそれに自分のミスとか出てくると それが次打つときまたよぎるんですよね。もう変な打ち方になってましたもん。そうだからそうそう、イメージとしては緩いボールってミスってくれたらもう一回入れて、あそのミスが絶対人間よぎってるので、今度入れに行きますね、入れに行ったりとか、絶対それをさっきより強く行きたい、強く行ける人ってなかなかいないので、まあそうですね、それかもう、まあ、言い方ですけどどっちかっすよね、うん、自信があるか適当か、だから、まあ、そういう形でこう、まあね、それで打ち切れる人もいるんですけど、うん、でも打ち切れない人がほとんどなので、まあそうですね、結構ダブルスでも緩いボール入れて相手に考えさせてっていう、これはね定石でやってました。結構嫌な、僕から嫌なタイプなんですよね、こういう僕負けるときこの感じ、この感じもうだって気温な雰囲気が出た全然顔を意識しない、この良さでもちょいちょい良さも出せました、このいやよかったよ、この高い弾道で、うん、あのボールはポワンって入るっていう、もうね
ね、ちゃんとやっぱ練習してきたのが強いです。でもありがとうございました。ちょっと勉強になりました。ありがとうございました。あの松口さんの、はい、あの TikTok、まあ、インスタ、はい、あの各 SNS やってますのでぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。